こんにちはチベットテレビのですチベトディスウィッ k ではチベットやタレイダー魔法そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ペンバツィン出席大臣は選出されたドナルド・トランプ次期アメリカ大統領を祝福しました。ペンバツィン出席大臣はネンシペロシ元下院議長とジン・マッカ・バン下院議員の再選を祝福しました。 チベト亡命議会代表団は、バルト三国でチベト人権擁護活動を開始しました。天痕の大河天により、国連気候サミット COP29 を前に、チベトの脆弱な河川システムの誤った管理が浮き彫りになりました。第10回若手チベト研究者会議が、バラナ市の高等チベト学中央研究所で開催されました。 チベット代表団は国連気候サミットコープ二2 9初日にデルゲーダムの懸念を強調しました。第1回アジア仏教サミットがインドで開催され、仏教を通じたアジア協会に焦点が当てられました。チベット情報局は国際中国民主連盟主催のセミナーに参加しました。 ハンセン首席大臣は、中央チベット政権及びチベット人を代表して、第47代アメリカ大統領に選出されたドナルド・トランプ・次期大統領に対し、心からの祝意を伝える書簡を送りました。首席大臣は、世界的な課題に取り組む上でのアメリカの指導力が果たす役割を強調し、チベットに対する長年の超党派の支援に感謝の意を表明しました。 またトランプ氏の指導の下チベットとアメリカの関係強化に向けた動力が引き続き継続されることへの期待を述べました同様にペマチン首席大臣はジン・マッガバン下院議員とナンシ・ベロシ元下院議長に対しても地方チベット政権及びチベット人を代表し下院議員への再選を心から祝福しました 書簡の中で首席大臣は両氏の人権と民主主義に対する揺るぎない取り組みを強調し特にチベットへの人権擁護活動に感謝の意を示しましたまたマッカ・バン下院議員に対し人権侵害に対する中国への責任を追求する一貫した動力とチベットの宗教の自由と文化保護への支持を表算しペロシ元下院議長に対しては ダレイラマ法との深い絆と議会におけるチベトの権利に関する揺るぎない指導力に感謝の意を表しました。両省官ともこれらの指導者によるチベトの大義へのかけがえのない支援とチベトや世界中の抑圧された地域社会のために人間の尊厳と自由を前進させるための継続的な協力への期待が強調されました。 ペンバセン首席大臣は最近シリグリ及びカレンプのチベト人コミュニティを訪問し、チベト人が直面している重要な問題について言及しました。石油研究所では中央チベト政権の中道アプローチへの取り組みを繰り返し強調し、世界的な情勢の変化、チベトを支持する米国の法律の重要性、特に中国国への寄宿学校を通じた中国による文化抑圧の強化について言及しました。 また首席大臣はチベット人に対してアイデンティティを守るために自らの歴史を学ぶよう促しマイケル・ワン・オルト・プラグ居住のような学者の調査を推薦しました。 またカルンプンではチベットの教育機関を訪問し学生たちにチベットの地政学的重要性と環境問題について話し中道アプローチの発展中国とチベットの対話の推進インドの支援を受けた亡命チベット社会の構築においてダレイラマ法が極めて重要な役割を果たしたことに焦点を当てました。 また他の抑圧されたコミュニティとの連帯の重要性を強調し、チベト人に対して自分たちの目的を強化するために世界情勢に関心を持ち、積極的に関与し続けるよう呼びかけるとともに、自らの歴史を理解することが文化的遺産を守るために極めて重要であると強調しました。 11月8日から11日にかけて、ペンバセン出席大臣はカリンポンとシーキムのチベット教育機関を訪問し、現地のチベット人コミュニティと面会しました。また、主要な仏教総員に参拝し、北シーキムのトゥムラにあるミンドリン・サンドバリ寺院の落成式では、シーキム州のプリムシン・タマン首相やケンボス・ナムテンベル議長を含む地域の指導者たちと面会しました。 今週火曜日、リスボンに到着した首席大臣は、リン,ジン・ゲンガン代表とチベト支援グループのアレクサンドラ・コリア氏から温かい歓迎を受けました。ポルトガルでの活動には、メディアのルーサーとエクスプレッソとのインタビュー、パウロ・マロス居住との会談、ポルトガル議員とチベトの地政学的な重要性やダレイラマ法の転生問題に関する議論などの活動をしました。また議員たちにチベトに対して、 アメリカと同じよよううな立場を取るよう促しましまたケシラ・ランパゴール・ルサンペンデッド・ワンティド・ジェギンを含むチベト亡命議会代表団は11月10日から16日までリトーニア・ラトビア・エストニアを訪問し11月10日にはヴリニュースでリトーニアの憲法裁判所元長官であり欧州議会議員のダイニュースザリマス氏との朝食会を開きキャンペーンを開始しました。 代表団は中国によるチベットの宗教の自由の弾圧やチベット仏教文化の中国化について懸念を表明しチベット亡命議会からの嘆願書をザリマス氏に手渡しました今週火曜日代表団はチベット関係議員連盟のメンバーを含むリトニアの国会議員とビリニュースで会談しチベットの厳しい状況について議論を行いチベットの大義への継続的な支援を求めました 会談には、チチベベッットト事事務務所・ロンドンドのの局長や、地元のチベト支援者も参加しましまた。その日の午後、チベット代表団は政治移行中のリトーニアのセーマスを訪問し、退任するアンドリー・ウェス・ナビカス議長、再選されたアルナス・フィリンスカス議員とマタス・マルディキス議員、そして地元のチベット支援者らと会談しました。 会談では中国政府によるチベトの宗教と文化の弾圧、チベトの子どもたちの強制的な引き離しについて議論し、国際的な支援の継続を求めました。また、欧州議会議員の大ニュースザリマス氏とも面会し、欧州議会でのチベトへの継続的な支援を約束されました。また、チベト広場への訪問や地元のチベト支援者たちとの ーーツピースカフェでのリセプション参加がありその後代表団はラトビアのリガに向かいました今週水曜日チベット代表団はラトビアでヨーロッパへの働きかけを続けラトビア議会セーマーのダイガー・メリーニャ議長や他の議員と会談しました代表団はチベットの状況が悪化していることへの懸念を表明し国際的な支援の継続を求めました またアメリカの外交官アンドリュー・バレーシーに対しチベットへの長年の支援に感謝の意を表しました11月8日中央チベット政権のチベット博物館は土祭定監副議長の臨席の下、臨時展示「天空の大河」を開幕しましたこの展示は気候変動環境悪化水資源の不適切な管理によって脅威にさらされているチベットの河川の危機的な状況を強調し 国国連気候サミット COP-29 を前に国際的な対応を呼び掛けています。また2000年にチベットのソルブソインで行った植林プロジェクトで知られるチベットの環境活動家バトマン・ワン・ゲッシーがチベットにおける資源採掘の影響について講演しました。 パドマシーは式典で中国国有企業や民間企業が利益のためにチベと地域から木材が大量に採集していくのを目の当たりにした経験を語り、ダレイラマ法とドイツの緑党からの支援を受け、チベと国内で植林を行う目標を実現したことを振り返りました。 チベト政策研究所が取材する第10回若手チベト研究者会議が11月9日から11日までバラナシンの高等チベト学中央研究所で開催されました。30名以上の若手研究者がチベトの宗教、歴史、社会、環境、亡命コミュニティに関する研究成果を発表し、チベト文化の様々な側面にスポットを当てました。 チベト政策研究所のダワサモ所長は挨拶の中で亡命チベト人がチベトに関する国際的な議論に積極的に参加しチベト歴史に関する中国の誤った解釈に対抗する必要性を強調しました。高等チベト学中央研究所を代表して参加したロプサンテン人楽ト居住はチベトの過去、現在未来を探るこの会議を評算しました。 イベントには研究方法と中国がチベットをシーザンと呼ぶことについての特別な青春が行われ最後は地元の歴史的な名所の見学で締めくくられました。 現在、国連最大の気候変動会議である COP29 がアゼルバジャンのバクーで開催されています。チベト政策研究所の代表ディチンパムシーとデュンバゥパムシーはチベトの環境問題、特にデルゲーダウンプロジェクトがリチュー側に及ぼす潜在的な影響に焦点を当てています。初日、二人はチベトのデルゲーダウンプロジェクトに 「NOIO」というタイトルのパンフレットを使ったキャンペーンを開始しチベトのコミュニティに対する生態学的及び文化的なリスクを強調しましたこの活動は持続不可能な水力発電開発からチベトの川と生態系を守るための国際的な支援を保護することを目的としていますまたチベトが地域の水の安全保障と気候変動への適応力において重要な役割を果たしていることを強調しています 今週はじめ、チベットテレビはコープサミットにおけるチベットのプレゼンツと現在進行中のイニシアティブについてディジンバム氏にインタビューしました。アジア教科における仏教の役割をテーマにした第1回アジア仏教サミットが国際仏教と連盟の主催で11月5日から6日までニューディリーで開催されました。 ドゥルパディムム大統領がイベントの開会を宣言し、インドの宗教間台湾への取り組みを強調した後、撮キンするチャン・ジュー・チュンデン氏によって、タレイラマ法の団結を呼びかける終始のメッセージが読み上げられました。超チベット政権の広報担当官兼情報国際関係省の秘書である天神レシェ氏は、チベット仏教に関するプレゼンテーションを行い、その歴史的及び精神的な重要性、そして 今日の世界における継続的な関連性について詳しく説明しました。また、ダライラマ法の教えとその世界的な影響についても言及し、法の仏教の価値観、科学、宗教に関するメッセージを強調しました。2日間にわたるイベントでは、仏教が社会的調和、生態系のバランス、宗教間協力を促進する役割について議論が行われ、アジア全域からの 著名な仏教指導者を含む700人以上の参加者が集まりました国際中国民主同盟は11月9日から10日にかけてシドニー大学で2日間のセミナーを開催しましたこのセミナーでは著名な中国の民主主義者、学者、台湾の指導者たちが集まり台湾の民主的なモデルが中国本土へのインスピレーションとなる可能性について議論しました このイベントはジン・ジンジョン博士によって司会され天安門事件の民主化運動指導者であるワンダン氏が登壇し中国の民主主義運動を強化するための3つの戦略を提案し亡命チベット政府を模範として称賛しました。チベット情報局のダワサモ氏はチベットの歴史的独立と中土政策への支持を強調し中国とチベットの民主的協力の深化を主張しました。 その他の出席者には、リンクエンチェン氏シミ市民チン氏シフ資本人氏が含まれ、民主主義団体間の継続的な協力を強化しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。